デジタル8はソニーが開発した民生用デジタルビデオ企画の一つ。1999年1月に発表、同年3月に同方式に対応したハンディカム類が発売された。ハイ8方式のビデオテープをそのまま使え、8ミ、mm、リビデオとの再生上位互換を持ち、なおかつ論理的には DV 方式と完全互換であるのが大きな特徴である。 映像データの圧縮方式及び音声データの方式は DV 方式と同じものを採用し 8mm 幅の磁気テープにデジタル記録する。既存の 8mm ビデオ方式、ハイ8方式で記録されたテープも再生できる。ただし、録画や撮影はデジタル8モード専用。ヘリカルスキャンヘッドの回転速度は 4500rpm。 テープ幅が DV の2倍近いことを利用し、8mm ビデオの1トラックに DV フォーマットにトラック分を縦に並べて記録する。テープ速度はアナログ 8mm の2倍の 28.666mm 毎秒で120分テープには60分録画できる。第2世代の製品群からは DV 同様の LP モードをサポートし、120分テープに90分。 録画できるようになった。この時点でテープ1本に録画可能な最大時間がミニドブを上回った。DV 端子を装備し、電気的には DV 方式の機器と完全に同じものとして扱える。ハイ8などアナログで記録された8ミリビデオの映像も DV 方式のデジタルデータで出力できる。発売当時は海外で8ミリビデオ方式のカムコーダの売れ行きも良く、 海外需要としても期待された。日本市場でも、当時はハイ8と競合する、ミニドブのテープの実売価格がハイ8テープの3倍前後で、あったため、デジタルハンディカムとして、価格的競争力を期待されていたが、予想されたほどには、売上が伸びず、また、ソニー以外に参入するメーカーもなく、ハンディカム8機種、ビデオウォークマン2機種の発売に止まり、参入から3年余りで、 製品展開をストップした。しかしながら、ビデオウォークマン2機種については、8ミ、mm、リビデオハイ8を含めた過去の録画テープの再生用としての需要があり、しばらく生産が継続された。そして2011年9月までに販売終了することが発表され、これをもってデジタル8に限らず、派生企画を含めての8ミ、mm、リビデオ企画の全製品の生産終了となった。 ありがとうございます。